皆様、こんにちは。お金の研究所です。今回の動画は、決算後株価急落、時価総額3兆円超の累進配当2名柄というテーマでお話しさせていただきます。今回の動画では、時価総額が非常に高く、日本を代表する企業であり、累進配当政策を導入している企業なのですが、決算後に急落している2名柄を取り上げたいと考えております。 そして最後に個人的に少し気になっている銘柄を1銘柄ご紹介させていただいて、今回は合計で3銘柄ほどご紹介できればと考えております。本日もよろしくお願いいたします。それではまず1銘柄目は三井不動産となります。三井不動産は以前にも少しご紹介したことがあるのですが、 5月10日に決算発表があり翌営業日の5月13日の株価はこのように急落することになりました株価下落の原因の一つとしてはこのように専門家が予想するコンセンサスに届かなかったことが原因かもしれませんそして5月13日を全場終値で言いますとこのように6.5%ほど下落している状態となっております そして三井不動産は時価総額が4兆円を超える企業となっておりまして不動産ディベロッパーの中では国内トップの企業となっておりますただ配当利回りは2%程度とあまり高くないのですが優待と合わせればそれほど悪い総合利回りではないと考えております 三井不動産の優待は3月が権利月の年1回であり、100株保有で1年以上の継続保有が必要ですが、ララポートなどで使える三井ショッピングパークポイント1000円相当をもらうことができます。そして配当と優待合わせた総合利回りは2.7%ほどになります。 またさらに長期で保有することによりこのように最大で3,000円分まで増えることになりますので最大で総合利回りが約4.1%となりララポートなどを使う人にとっては悪くない銘柄ではないかと考えております。そして今年の4月に三井不動産は長期経営方針を発表しその中で配当成功を35%まで引き上げて累進配当政策を導入しました。 つまり、減廃を行わない政策を導入しております。また、自社株買いなどを合わせた総還元成功を50%以上としております。そして実際にこのようにこれまでも自社株買いを頻繁に行ってくれており、また今回の長期経営方針の発表と同時に、4000万株を上限とする自社株買いも発表しております。 またこれは2001年からの配当金と純利益の推移であり基本的には純利益と配当金は相関しておりますがこのように純利益が一時的にへこんだ場合でも配当金は維持しておりますのでこれまでも実質的に累進配当であり今回改めてそのことを明確にしたというところではないかと思います。 また、現状の配当成功は36%程度となっておりますので、配当方針に沿った還元を行ってきているイメージであり、健全な状態であると思います。また、配当金の裏付けとなる財務についても見ておきますと、自己資本比率が33%程度であり、有利子負債倍率は1.4倍程度あります。 これまで低金利を背景に有利子負債を増やしてバランスシートを拡大してきたことが伺われますが、一般的に言えばそれほど危険な財務ではないと思います。また業績についてを見ておきますと、前期の実績はこのように売上から純利益まで全て過去最高を更新しております。また今期予想についても、経常利益以外はさらに過去最高を更新する予想となっておりますので、好調と言える業績であると思います。 ちなみに経常利益のマイナスについては単なる会計上の問題であると考えておりますこのように関係会社の株式の売却益が営業外収益としてマイナスになる一方で固定資産の売却が特別損益としてプラスになっているだけでありそれほど大きな問題ではないと思いますそしてこれらを踏まえた事業収益がプラスになっておりますので本業は順調であることがわかると思います またこれは2007年からの三井不動産の業績の推移ですが多少の凸凹はあるものの売り上げから純利益まで比較的順調に伸ばしているのがわかると思いますただ一方で懸念点は日銀がマイナス金利を解除して金利のある世界になったことからこれまでのように借り入れを増やしてバランスシートを膨らませて利益を上げることができなくなる懸念がありこのように直近では難聴な展開を見せております ただ、日銀もしばらくは緩和状態を維持しなければならないと思いますし、配当金を減らさないと宣言していることから、自分の納得できる利回りまで待って投資を行って、気長に待つのも悪くない銘柄であると考えております。それではは銘柄目は同じく総合不動産の最大手三菱自称になります。 三菱署も同様に5月10日に決算発表があり翌営業日の5月13日の株価はこのように急落することになりましたそして三菱地所も同様に株価下落の原因の一つはこのように専門家が予想するコンセンサスに届かなかったことが原因かもしれませんそして5月13日の前場終値で言いますとこのように4.5%ほど下落している状態となっております そして三井不動産は時価総額が3兆円を超える企業となっており、東京の丸の内を中心に有料物件を多数保有している企業となっております。ただ、配当利回りは1.5%程度となっておりますが、今回の決算と同時に少し面白い株主還元方針を発表いたしましたので、その点について少しご説明させていただきたいと思います。 まず今回三菱自長が発表した株主還元方針は、このように予見性というものを重視する株主還元方針となっております。つまり株主が今後の株主還元を予想しやすくするということです。まず配当金についてはこのように累進配当を導入し、毎期必ず3円ずつ増配することを約束しており、2030年には配当金を60円以上とするとしております。 そして自社株買いについても今期は500億円の自社株買いを決定したのですが25年と26年についても同額の500億円の自社株買いをするということでかなり見通しをつけやすくなったのではないかと思いますまたこれは三菱自社のここ10年の配当金の推移ですが基本的に増配を続けており株主還元姿勢は高い企業となっております また現状の配当成功も未だ31%程度ですので仮に現状の純利益水準で会社の方針通りに2030年まで配当金を積んでいったとしても配当成功は50%もいきませんので比較的安心できる企業ではないかと思います。 また、配当金の裏付けとなる財務についても見ておきますと、自己資本比率が32%程度あり、有利子負債倍率は1.3倍程度あります。三井不動産と同様にこれまで低金利を背景に有利子負債を増やしてバランスシートを拡大してきたことが伺われますが、一般的に言えばそれほど危険な財務ではないと思います。 また、業績についてを見ておきますと、前期の実績はこのように売上と純利益が過去最高を更新しております。また、今期の予想については売上から純利益まで過去最高を予想しておりますので、好調と言える業績であると思います。また、これは今期の業績予想の損益計算書、すなわち PL ですが、詳細を見ていただければわかると思いますが、このように大きく凹んでいるところはなく、 また、主力の丸の内事業に大きく依存しているわけでもなく、海外もだいぶ伸びてきている印象がありますので、基本的には問題ないと考えております。また、これは2007年からの三菱自所の業績の推移ですが、多少の凸凹はあるものの、売上から純利益まで比較的順調に伸ばしているのがわかると思います。 ただ、三菱辞書も三井不動産と同様の懸念点があり、このように直近では難聴な展開を見せております。ただ、日銀もしばらくは緩和状態を維持しなければならないと思いますし、2030年までの配当の予見性も高いことから、自分の納得できる利回りで投資して、気長に持つのも悪くない銘柄ではないかと考えております。それでは最後に個人的に気になっている銘柄を取り上げたいと思います。 そのの銘柄は醤油で位キッコーマンの株価はこのように今年の3月ぐらいからは下落基調であり現状で13%程度と少し大きめに下落しておりますそしてそれにより5月13日の終値ベースでようやく PR が30倍を割る水準まで低下してきました そしてこれはここ5年のキッコーマンの予想 PER の推移ですがこのように2年や5年で見れば最低水準にあります一方でキッコーマンの年平均成長率はどんどん上昇してきておりまして直近3年では純利益の成長率は22%程度あります。そして以前にも何度かお話ししたことがあるのですが個人的にはこの本に基づいて適正 PER を算出して投資判断に使っております 簡単に言いますと成長性の低い企業の適正 PR は低くならなければならず成長性が高い企業の PR は成長率に応じて高い PR であっても許容されるという考え方に基づいて適正 PR を求めておりますそして細かな計算過程は省略しますがキッコーマンの場合には適正 PR が29倍程度となりほぼ現状は適正な PR ということになります そしてこれは2007年からのキッコーマンの業績の推移ですが、売上も利益も順調に綺麗に伸びているのがわかると思います。その理由はやはり世界的な日本食ブームです。これはキッコーマンの売上や利益の構成を表しているのですが、キッコーマンは海外の卸や製造販売で約9割の利益を叩き出しており、また利益率も非常に高い企業となっております。 そしてこれは農林水産省の資料ですが外外国国人が好きなな料料理理は圧倒的に日本料理となっております。またこれは2021年から2023年までの間に日本食レストランがどのぐらい増えたのかといいますとこのように2割程度と急激に増えており19万点弱ままで増えております。地域別で言えば欧州やアジア特に中南米で急激に日本レストランが増えているのがわかると思います。 そして日本食には醤油が必須であることからこのように2014年から年平均で7.5%という圧倒的な成長率で醤油の売り上げを伸ばしておりますまた食品の卸し事業についてはさらに成長が著しく同期間で年平均で9.1%と圧倒的に成長を遂げておりますそしてキッコーマンの配当利回りは1%程度と低いのですが株の私有制度もあり キッコーマンの自社製品を年に1回もらうことができます総合利回りも2%はいきませんので決して高くはないのですが株価下落によりかなり適正 PR に近づいてきたことやこれまでの業績今後の成長性を考えれば個人的には面白いのではないかと考えておりますそれでは最後に少しだけご紹介させていただきますお金の研究所ではメンバーシップを行っております これまでたくさんの方にメンバー登録をいただきました。ご登録をいただいた皆様ありがとうございます。もしメンバーになっていただければ月1回メンバー用の動画を見ることができるというものになっております。これまではこのような動画をアップしております。もしご興味があればメンバーシップ登録をよろしくお願いいたします。なお、投資は自己責任にて行っていただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。 動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録、高評価、メンバーシップよろしくお願いいたします。本日は以上です